こんにちは。今日はですね、冷えの音声で少し喋ったことがあるんですけども、その中で紹介したエクササイズがあって、これはひじまる水泳体操っていうんですけれども、このひじまる水泳体操っていうのが音声の中ではよくわからなかったので、多分わからないと思うので、映像でね、少しやり方をご紹介しようと思います。で、そのやり方についてはですね、肘丸水泳体操っていうことで、肘を、丸めてだと思う、多分そのネーミングだと思うんですけど、肩にこうつけて、そして回すだけなんですね。後ろ回しにしたり、前に回したりっていうことで、この時にポイントとしては肩甲骨ってありますよね。後ろの肩の肩甲骨、この肩甲骨を意識して動かすという気持ちで動かすんですね。こういうふうにするわけですよね。で、これで肘丸水泳体操ですから、水泳の個人種目はありますよね。クロールをして、そして、背泳ぎをして、そしてバタフライをしてですね、平泳ぎをするって、こういうね、肩の動きを、水泳になぞえてですね、肘丸水泳体操っていうんですけど、ですから、個人メドレーですよね、をしてくださいということですね。個人メドレーして、優勝してるイメージをしながらですね、ぶっちぎりでトップを走ってるイメージをしながら、しなくてもいいんですけど、ただそういうね、水泳の動きですね、それをしていただくことで、これで上半身が非常にポカポカしてきますし、上半身の流れが良くなる。そして、四十肩五十肩にもいいということで、テレビとか雑誌で紹介されたようですので、そういったことも、ね、含めて、ちょっと肩の調子がっていう方にも、これは無理ない範囲で、ね、可動域を見ながらゆっくりと、してみてください。それだけでも、ね、ちょっとずつ改善していくと思いますので、肘丸水泳体操っていうのは、ね、非常にこう簡単ですよね。簡単にできますので、ちょっとこうテレビ見ながらとか、何かしながらでもできますので、やってみてください。以上です。ありがとうございます。